したのよ、妙に改まっちゃって。なんか悪いものでも食べた？普段と違うとどうにも調子が出ないな。こいつは真面目なことなんで、笑わないで聞いてもらえると助かる。何？俺と一緒になってくれないか？なんだ、そんなこと。いいよ。え、本当にいいのか？だからいいって言ってるでしょ。トーマ以外の人に言われたら即断ったけどね。今ここにこうしているのもなんかの縁だし。トーマと出会ってからした冒険は、これまでうちがしてきた全部の冒険を足しても全然追いつかないくらい楽しかったから、きっとね、これは運命の出会いだったんだなんて乙女らしいこと考えちゃった。トーマといるのはなんだかんだ言って楽しかったし、冒険できるからなんて理由つけて一緒にいたんだよね。だから最後の冒険をしてみてもいいかなってね。ということで道案内よろしく。こういうことって初めてだからよくわからないな。むずがゆいっていうか、なんか変な気持ち。男の人を好きになるなんてうち自身が信じられないもん。でも今はトーマに感謝しないとね。女の子に生まれてきてよかったなって本当にそう思えたから。なんだか照れくさいね、こういうの。これは今までにない冒険だからちょっとドキドキするな。思いっきり楽しもうね。